はい、皆さんこんにちは、榊篤でございます。日曜日のね、午後3時、まったりとしています。ほんまにね、ちょっと今ね、外をね、歩いてきたんですけどね、10分ぐらい、うわ、うろうろっとこう周りを巡ってきたんですけど、わー、いや、気持ちいいですね。日が照ってましてですね、この格好のまんま歩いてきました。半袖の人もいます。多分今21度か2度ぐらいでしょうかね。いやいや、春ですね、ほんまに。ええー、わ、1年間ずっとこれやったらね、どんだけいいんでしょうね、ほんまにね。まああんまり変わり映えせんからそれで飽きるんでしょうけどね。もうちょっと暑なってほしいとか、もうちょっと寒なってほしいとか思うんでしょうけどね。の今が一番いい季節ですね。さて行きましょう。これ貼りません。産経新聞にこういうのありますね。日米首脳会談、隠せの日米と韓国、ムンジェイン政権の温度差と。ソウル、桜井紀夫さんですね。最初だけ読みますね。日本に対抗してバイデン政権との首脳会談の早期実現に注力してきたのが韓国のムンジェイン政権だ。16日の日米首脳会談直前に滑り込ませるように、韓国大統領府は米韓首脳会談の5月後半開催を公表し、日米について2番目に発表された首脳会談だとアピールしたと。まあそういう記事が続くんですけど、まあ菅さんもすごい日本に帰ってくると思うんですけど、バイデン氏と最初に対面で会談した外国首脳という、まあ喜ばしいというべきなんでしょうかね。で、まあちょっとそれにやきもきしてるのが愉快なお隣さんでですね、なんでうちとは会おうてくれへんねんみたいな、こういうことでですね、だいぶ愉快なお隣さんの外務当局が働きかけをしていたようです。で、5月下旬に会談する予定というふうに発表をしました。ただこれね、いつも思うんですけど、愉快なお隣さんって、外交でですね、相手方の承認を得ずに発表するっていうことはようあるんですよ。実によくあって、あやふやに決めたにもかかわらず勝手にこっちはこれで決定したみたいなのが発表なさるわけであって、アメリカ側からまだそういうこと発表されてないんで、ほんまかどうかっていうのは私はなんかこうちょっと疑ってるわけですね。また先走ってもちゃうのと。韓国側がですね、その5月下旬に、米韓首脳会談っていうものをやりましょうというふうに提案してですね、返事が来ないままに勝手に発表してるっていう可能性も十分あるんです。だから今までのことを考えればですね、もうそういうことは結構あるわけなんですね。だからアメリカ側から発表されない限りですね、なんかほんまかいなという気がいたします。で、そのこれを言うてるのはハンギョレっていうですね、愉快なお金さんの左派系の新聞でございまして、これは設立にムン・ジェインさんも関わったというぐらいに、こういわゆる左派系なんですね。だから余計にですね、ほんまかいなという気がします。まあバイデン政権の今までのやり方を見てると、それはありえるなという気はしますよ。5月下旬に会うというのは、まあその間でも多分もっと近隣諸国、あるいはイギリスみたいな同盟国と首脳会談やるでしょうけどね。なんか2番目ということはないとは思うんですけど、まあ別に2番目だとも全然構いませんよ。全然構いません。しかしね、この私が面白いなと思うのは、愉快なお隣さんがそれを勢い込んで発表しているという、愉快なお隣さんのハンギョレがですね、それを勢い込んで発表しているということはですね、今のムンジェイン政権はですね、そのアメリカとの関係を崩したくないという意図もあるんだろうなと。ものすごい矛盾してますね。ムンジェイン政権、ムンジェインさん自体はですね、ビエッとこう尻尾ピリ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 とさせながらですね、北京に行ったな、3年ぐらい前ですか、2年前かな、ありましたね。ほんで、同行のカメラがボコボコに殴られてですね、えらい目に遭った。全然相手にしてもらえずにですね、8回の食事のうち2回しか中国側が同席しなかったというような事実もあるわけで、それでも尻尾プリプリプリってやってるわけなんですね。で、しきりと習近平国家主席のですね、国賓来日っていうのを働きかけてるわけです。もしこれ仮に実現したら、アメリカにもめちゃくちゃ怒られますよ。めちゃくちゃ怒られるようなことをですね、
一生懸命働きかけていましてですね、で今一生懸命北に対してですね、もっと話し合いをしようよって融和を呼びかけてるんですけど、こっちもまあ相手にされていないわけなんですね。で本心としては向こう側に行きたいのがムン・ジェインさんなんですけど、それがそのアメリカにもですね、アメリカとの関係も悪くしたくないっていう、なんかようわからんコウモリ外交をやってるわけでして、でこう、まあ、何よりも日本に先を越されて、先を越されたっていうのはやっぱりこう気に障るんでしょうね。だから一生懸命ですね、バイデンさんにもこう首脳会談というふうに働きかけて、で5月下旬という現地を取ったのかどうかは知りませんけども、もう売れはしゃいで発表してるわけです。まあようわからんというか矛盾してるというか、うん、まあいい、いや、まああれなんていうか、もうちょっとはっきりせえよと。で、先日、その国務長官と国防長官が行きました、2プラス2ってやりましたけども、その時に、ブリンケンさんっていう国務長官、キャンキャン言うたことをですね、ちっともですね、こう実現していないわけなんですね、ムン・ジェインさんは。それでも首脳会談をやりたいっていう、もうこの方の外交というのはですね、なんというかこう表層的というか、刹那的というか、何も考えてへんやろお前みたいなというかね。トランプさんの時もね、トランプさんが大谷さんを訪問するという時に、米軍の基地があって、大谷さんの、国内に、当然そうなんですけど、まあ、国連軍なんですけど、正式には。で、そこに着陸をするわけですよ、エアホースワンが。そしたらそこにですね、呼ばれもせえへんのに、ムン・ジェインさんが待っていたというようなことがありました。あれは何年前、3年ぐらい前ですかね。で、それで首脳会談やって呼ばれもせえへんのに、元、なんたら振ったら言う人がですね、抱きついたみたいなことがあってですね。トランプさんという方はものすごい潔癖症で、こう、握手さえ最低限にしようという方なんですね。それに、ね、なんていうか、予定にもない、こう、高齢の女性がですね、抱きついてきてですね、もちろんトランプさんは拒否しませんでしたけども、何やあれは、みたいな感じだったと思うんですけど、だから大変、だから彼としてはですね、あんま愉快ではなかったんではないかと。トランプさんのその後の言動を見るとですね、ああそれが愉快でなかったんやなというのはようわかるわけです。まあ、日本風の言葉で言うと、最近あんまり使われなくなった KY という言葉がよく似合うのがですね、ムン・ジェインさんですね。前後後先考えてないし、ここで何を言うべきかすべきかっていうところもよく分かっていないんちゃうかと。まあそういうふうに見えてしまうわけですよね。ほんで国家観というものもですね、なんかこう、まあ、菅さんもないないって言われてますけど、ムン・ジェインもっとないんちゃうかなと。単純に自分は北と仲良くしたいっていう、それの目的でいるんだけども、アメリカにも嫌われたくない、まあ、それ以上に中国ともっともっともっと仲良くしようやっていう、尻尾をプリプリ振ってるという、君は君の国をどっちへ持っていきたいのですかというふうに思えてしまいますね。まあ別にどうでもいい話なんですけど、別に愉快な隣さんがさまようとどうしようとですね、日本の国益にはそう大して変わりはないんですけど、まあまああれですね、時々こう日本にいろんな因縁つけてきますんで、めんどくさい連中、めんどくさい、ものすごくめんどくさいお隣さんという感じがしてるわけですけど、めんどくさい相手がですね、さらに分かりにくいことをやっているということ自体にもう、なんていうか、はぁっていう、戸惑いますよね、ほんまにね。君らもアメリカ行ってバイデンさんに会いたいのみたいな。この前ブリンケンさん来たやん、みたいな。ブリンケンさん来た時にもっともっとそのね、そのアメリカが何を考えてるのかということを忖度して、自分たちの立場を表明すべきではなかったのかと思うんですけど、まあ、それに対してほとんどゼロ回答やったわけですね、お隣さんは。それでも格好つけるだけでですね、バイデンさんと会いたいわけですね。きっと彼は国内向けですね、私はちゃんと外交してるんやということを言いたいだけちゃうのって言って。某都知事とですね、ほとんど変わらへんやんっていう、何も考えてへんやろ、君はという、自分の見栄えだけしか考えてへんちゃうのという、もうそういうふうに考えざるを得ないわけであって、それではですね、どう言いましょうね、人からこう敬意を勝ち取れないというか、尊敬されないわけですね。
まあ、そもそもその大人さんの人たち自体にそういうこう人から敬意を持たれるにはどうしたらいいかという価値観がですね、若干日本人とは異なるような気がしますけども、まあそれを体現しているのがやっぱし大統領なんでしょうかね。そう思わざるを得ないですね、この一連の流れを見ていると。でうわ5月末の会談決まったんやってはしゃいでますけど、まあそのうちね、日程はだいたいね半月ぐらい前に、あるいは1週間2週間ぐらい前にはもう分かってくると思うんですけど、その時だってはっきり日程が出てくるかな。要は首脳ですから、会談ですからですね、いろんなこうリスクを考えてある程度の日にちが迫ってくるまで発表しないものなんですよ。日本も2週間ぐらい前でしたよね、何日に会談っていうの、まあそれを待ってみないようわかりませんけども、何か知らんけどちぐはぐさっていうのを感じてしまいますね。はい、この産経新聞のサイト貼りませんけども見つけてください。タイトルはですね、日米首脳会談、隠せぬ日米と韓国、ムンジェイン政権の温度差という記事でございます。はい、どうもありがとうございました。